熟成焼きそばの大磯屋。はい、こんにちは、焼きそばけんちゃんです。今回は趣向を変えてといいますか、イベントのテントの設営の仕方というよりも大磯屋流のこう補強の仕方だとかをご紹介、設営をの研修を兼ねて行っていきます。今日手伝ってくれるのは工場長と豊くんの2人です。意気込みを。意気込みまだ設営があんまり覚えられてないんでちゃんとできるように頑張ります。はい、はい、お願いします。硬いですね。工場長みたいに楽しくコメントしてくれたら見てください。はい、お願いします。はい、行きます。はい、今回使うのはフィールドアといういろんなねアウトドアグッズだとかを作っている会社のやつでの3メートル ×3 メートルのテントでご紹介していきます。まあ、ほとんどどういったテントでもねサイズが2メートル ×2 メートル 2.5 ×2.5 3メートル×3メートルいろいろあると思うんですけれども、イベントでお医者が出るときには焼き台とこう長机をね前面にこう横に並べるにはやっぱこのサイズがないとできないのでこちらのサイズを使っております。でサイズが大きくなればなるほど、まあ構造は全部一緒なんですけれどもやっぱりどうしてもこう風の横からのね力に弱いので、と弊社では伸縮ポール、こうホームセンターで売っているこちらのポールを使って、風対策、一番最初にねお医者も出店した時でもせずそのままテントを離れた時あっても風で飛んで戻ってきたらテントがなく骨がぐちゃぐちゃに曲がった状態でということで、ご迷惑をおかけしたイベントもありました。はい、そんなお医者がいろんな経験を経て蓄積した知識ですかね、を活用してテント設営の補強等のご紹介していきます。でまずは特にこう雨でも使えるようにこうちょっと軒を伸ばすような仕組みかなと、フィールドアさんではそういった仕組みはないんですけれども、まあ、お医者が勝手に、やってしまっている使い方です。3メートル、伸縮で伸びる3メートルの棒をまず正面から見ると横かな、こちらとこちらに設置をして、で長いタイプの棒を、はい、今、まあ、大体途中で1本実はポール垂らすし今取りに行きました。はい、今結束バンド止めてない状態だとこれ分かりますかね、横から翔くんちょっとこれ分かるかな、こう本当にすごいグラングランでちょっとこう風がこう吹くものなら簡単に曲がっちゃうんですけど、これを結束バンド、まあ、3箇所、ちなみにお店はリピートタイといって何回もこう取ったりつけたりできるタイプのものを3箇所止めます。この真ん中とあここだね、ここで、ここです、グーッと、はい、でもう一箇所、はい、はい、グッと今いきますね。はい、その状態ちょっとこれ動かしてみてもらえる、強さが全然違うの、全然違うでしょ、でさっきだとね本当こうよりこれ止まってるからこれ以上本当になかなかいかないんですね。だから横風にもこれで耐えられる骨組みになります。これをもう全部のこう4箇所とかな4辺こういった形で止めて、さらにこれ真ん中にもねこう1本空中で浮いてるんですけども、ここが盛り付けしたりするときに、下にこうライトとかをね、やるように、つける真ん中の棒が1本あって、で実はこれ長さ違うんですね、ほとんどが 1.7 かです。伸ばすと3メートル、テントの幅が3メートルなので伸ばした状態で3メートルのポールが、なので1、2、4本とで使うのは、2.2 メートル ×4 メートルから4メートル、まあ、伸ばすと4メートルまでいくのが実はこの横でこう、縦部方向についてるんですね。これをつけると、何がこちらだけなぜ長くしてあるかというと、雨の時のためにこちらに前にハーフ、シートというものがあって、これつけていきますね。はい、今こんな感じで乗ってます。で今ハーフサイズでね、日よけ全部を覆うタイプじゃなくて半分の長さのやつなんですね。これも非常に便利なんですけど、これを実はこう横にやるんではなくてこう雨よけに使えるんですね。で今ちなみに真ん中の棒、1本追加でやってあるんです。で今中の横の棒のこれ実は下面にまっすぐ突き出る こういった形ですね。なのでこう棒は上に分かるかな、
下から上に角度的にはこの棒がうーんとこちら 上に向いてる角度でついてます。結束バンドでここの穴と、なんでここの穴 あの長さまで伸縮でね調整しちゃう。あーそういうこと。そうそうそう、これそう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 、ここに合わせて、そうで止めちゃって結束は止めちゃっていいよ、うん、でグッと止めたら、でこれをねピンピンに、あの前にもピンピンな状態にして、だからここ伸ばす、ここ、うん、伸ばして、でこれを回転させて締めた状態で、でもこっちもね、うん、回るから分かる。そう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 、そういうこと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 、はい、分かりますかね。固定した後まだあのこの中では回るので、グッと巻いてからあの伸ばしてつけるんですね。そうするとこうピンピンに張った状態で、固定ができます。真ん中でね、そのままだとこう雨が分かりますかね、溜まってここ下がっちゃうんですけど、それを避けるためにこれで上に上げてるので、雨が降った時はこう横に流れるようなこれで仕組みになるので、お客さんが表ここまで来た時に傘を畳んでこう購入ができるような、仕組みになっております。これ非常にね雨が降る時だとかね、あの便利なテントの使い方なので、ご参考にしてみてください。あとね補強もね、本当にこの伸縮ポールがあるだけで、まあ、もちろん今はねあの重りで固定はしてないので風が吹くと飛んでってしまうようにはなってるんですけれども、これでしっかりあの重さで、うん、ペグを打ったりだとか、うちだとね、お水給水タンク18リットルのポリタンクを4箇所にぶら下げて、固定をするので、よっぽどの風、まあ、それで飛んでくような風だったらイベント自体がちょっと開催が危ういような風となりますので、こういった形で補強をすると強い風だとか、まあ、多少の雨ならね、しのげるような作りの基礎となるかと思います。ご参考にしてみてください。はい、以上焼きそばけんちゃん、大磯屋流のテントの補強設営の仕方動画でした。さよなら。